法隆寺大宝蔵院に祀られる阿弥陀三尊。法隆寺西院伽藍の一角にある大宝蔵院。ここには法隆寺に伝わる数々の仏像や寺宝が収められています。国宝阿弥陀三尊です。阿弥陀如来を中尊に、世子菩薩と観音菩薩が厨子の中に祀られています。この阿弥陀三尊は仏教を厚く信仰した聖武天皇の妃、光明皇后の母立花の道代が日頃そばに置いて礼拝をした念持仏であったと伝えられています。仏像を支える胴の板には大海原を象徴する池が彫られています。そよ風が吹いて水面に浮かぶ水草や蓮の花びらが揺れている様子が表されています。やがて水中から蓮の花が咲き出てきます。水面から出た大輪の蓮の花、その中から阿弥陀如来が出現するのです。阿弥陀如来は西方浄土の教主で、どんな人間でも必ず救済し極楽浄土へ導いてくれる仏です。手には水かきのような万毛相があります。如来の特徴の一つで、人々を漏らさずすべて救うことを表します。阿弥陀如来の右側に世子菩薩が同じように蓮の花から出現します。世子菩薩は知恵を持って阿弥陀如来を補佐します。頭にいただいた宝冠には世子菩薩の象徴、願い事を叶えてくれる宝鋲が彫られています。阿弥陀如来の左には観音菩薩が蓮の花から出現します。深い慈悲の心を持つ観音菩薩、宝冠には
阿弥陀如来の化仏が彫られています。中尊阿弥陀如来の光背は繊細な透かし彫りが施され、その背後には三つ折りの屏風があります。屏風にも蓮の花が描かれています。蓮の花の上に座り、中尊の阿弥陀如来を敬う菩薩が浮き彫りで表されています。日が昇り、水面から蒸気が立ち上がり、上へ上へと阿弥陀如来の化仏もゆらゆらと昇っていき、ついには天界にたどり着く様子が彫られています。小さな空間に精緻に表現された極楽浄土の光景です。政権争いの続く世、心安らぐ時のない緊迫の日々に極楽浄土へ導いてくれるこの厨子の阿弥陀三尊は、心の大きな拠り所となったことでしょう。